ビリンゲンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍北西部の町村であり、ロタール山地の北東部にあたるウプラント地方に位置する。ビリンゲンの文献上の書室は、1380年に遡る。1974年の地域再編により、現在の地区となっている9つの町村が合併して、現在の自治体の姿となった。 ビリンゲンはウィンタースポーツの街である。毎年ミューレンコプフシャンツェで開催される国際スキー連盟のスキージャンプワールドカップと2007年に建設されたユーフバイアスロン、マイナスアリーナで国際的に知られている。この街の象徴的建造物は第一次世界大戦の時代に建設され、現在も鉄道橋として利用されている高架橋である。 ビリンゲンは、ヘッセン州の北西部、ロタール山地の北東部に位置する。また、同時にウプラント地方の南西境界を形成している。ビリンゲンは、カッセルの西約6 0トルに位置している。中核地区である、ビリンゲン地区を含む、超域西部は、ロタール山地の北東の市民に位置する。ここでは、ホペッケ川といった川が流出する。水源は、 約400メートル離れており、ノルトベストファーレン州との宗教をなすランゲンベルク、ミッテルスベルク、ヘーゲコプフ、ミューレンコプフ、エッテルスベルクに取り囲まれている。ランゲンベルクは、海抜843メートルを超える長域の最高地点である。ただし、この山の山頂は、町境から約10メートルほど外側で、ノルトベストファーレン州に位置している。 ホペッケ川は北に向かって流れ、ビリンゲン地区の西の境界部に達する。ここからさらに北に流れたホペッケ川は、その後ブリーロンイコールバル方面へ向かう。ホペッケ川の北西では、ランゲンベルクとホッペルンコプフとの間の山並みが、オルスベルク及びブリーロンとの境界を成している。ホペッケ川のやや南側で湧き出したイッター川は、シュトリックの森を抜けて、 はじめは東に向かって流れるが、やがて北に曲がり、シュトリック集落を通る。続いてこの川は、ビリンゲン地区の東境界部を流れる。その東には、イーベルクやオーレンベルクがそびえる。さらに、北北東方面に向かい、シュバーレフェルトの西を、ディーメルコ方面へ流れる。ボイントキルヒエンの直前で行った川は長域を離れる。ビリンゲンの北側では、 ホーエンアイムベルクを含む三々の山並みがホペッケ、川とイッター川とを隔てている。イッター川上流域の東側には、ムーゼンベルク、ホーエペン、エンメット、アウフム、クノルがそびえている。クノルの東斜面では、ディーメル川が湧き出し、北に向かって流れる。この川は、約2キロメートル後、ウッセルン地区を流れ下る。その後、オスターコプフとゼーレの西を通る。 その後、流れを東に変え、ヘンミヒハウゼン地区を通り、町域を離れる。ウッセルン地区の南では、ネールダー川が流出する。この川は、町域の東部を、西から東に向かって流れるが、何度もその向きを変える。この川は町域を離れるまでに、ネールダー地区とベーミヒハウゼン地区を流れる。ネールダー川の水源付近は、海抜600メートルを超え、 東に向かって明らかに傾斜している。町域の南東部のネールダー川の谷は、海抜401メートルで町内の最低地点である。ベイミヒハウゼン地区の北にあるベーベルベルクでもその、高さは553.8メートルに達する。町域は、西のランゲンベルクから、東のレーナタールまでは、約15.8キロメートル。 北のツベーレンベルクと南のホッパーコプフとの間は約1 1トル以上ある。全長域面積80.19平方キロメートルのうち297ヘクタールが住宅地及び空き地8ヘクタールが産業用地34ヘクタールが保養地438ヘクタールが交通用地2990ヘクタールが農業用地 4154ヘクタールが森林、54ヘクタールが水域、その他の土地が44ヘクタールである。ビリンゲンは、北はディーメルゼー、東はコルバッハ南はメーデバッハ南西はビンパーベルク、西はオルスベルク、北西はブリーロンと境を接する。ビリンゲンのパノラマビリンゲンの街は以下の地区からなる。各地区の人口は、 ビリンゲン町の発表による。ビリンゲンは、典型的な長引く産地気候である。この気候は、値西洋気候と値陸気候との移行地域という、その位置によって支配されている。その特徴は湿潤で涼しい夏と、穏やかな冬にある。年間平均気温は、摂氏6.4度、年間平均降水量は1225.7ミ、mm、リメートル。 平均日照時間は3.7時間、未知である。出典ドイツ気象庁、ビリンゲン周辺の村落の期限は、おそらく1000年頃である。キリスト教家された後の870年頃に、ウッセルンに、最初の教会が建てられた。おそらく8世紀末から10世紀までの間に、建造された、シュバーレフェルト近郊シュバーレンブルクの大規模な、環状土塁施設は、 定住地の証でもある。ビリンゲンは1380年に初めて文献に記録された。この村は他のウプラント地方の多くの村と同様、わずかな霊園農場からなっていた。ウプラントの困難な気象条件はゆっくりとした入植しか許さなかった。このわずかばかりの農場は最初はパートベルク家に属した。ビリンゲンは後にバルデック家に属した。 1340年から1470年まで続いた廃村の期間に村は完全に荒廃した。ビリンゲンとその他のウプラントの村落の一部は15世紀から16世紀になってやっとバルデック博の所領となった。シュトリックには広大な森の狩猟場を保護するための上級営林館の役所が設けられた。その後、新たな建設期が起こり、 1480年から1620年まで続いた。ウプラントの森の豊かさは、バルデック博が鉄を製造するための製鉄所や鉄を加工するための鍛錬工場を建造するきっかけとなった。1530年以降、ビリンゲンの近郊に鍛錬所が設けられた。ビリンゲンには3つから4つの鍛錬所を付属した、精錬所があり、8つから10の工場があった。 製造されたのは、釘やサーベルといった小型の製品で、行商によって、オランダ、オーストリア、ポーランドにまで販売された。30年戦争でこの村は、ほぼ完全に破壊された。戦闘行為や深刻なペストの流行により、住民の数は、約2、3まで減少した。村の再建は、7年戦争で、再び中断された。その後、 バルデック博には80万帝国ターラー以上の負債がのしかかった。1847年に村を退化が襲い、47件の家屋が犠牲となった。19世紀に生計を得る機会は極端に制限された。男性住民のほとんどが毎年ザガーラントの行商としてドイツの北や南に出かけていった。彼らは冬の間だけビリンゲンに戻ってきた。 1898年に電話が隣村のウッセルンとの間で開通した。1913年の春にはブリーロンバルトとコルバッハとの間のプラント鉄道が多くの箇所で着工された。翌年10月1日にブリーロンバルトビリンゲン館が開通した。1917年4月1日に最後の郵便場所が運行し、 鉄道にその業務を引き継いだ。1929年までビリンゲンはバルデック州に属していたが、その廃止に伴いプロイセン州に移された。第二次世界大戦では、ウプラント鉄道の列車は繰り返し的の空爆の目標とされた。1944年9月25日に昼間の列車が銃撃され多くの旅行者や機関士が負傷した。 10月24日には、低空射撃により14人の死者と数多くの負傷者が出た。1945年3月20日、ビリンゲン駅に停車していた28両からなる弾薬を積んだ列車が空襲によって爆発した。周辺のすべての家が損傷を受け、一部は無人となった。破片の一部は遥か西のルール川の谷にまで飛んでいった。 1945年3月29日、ビリンゲンは南から侵攻してきたアメリカ軍戦車部隊によって戦闘することなく占領された。1942年からこの町はバルデック軍に属した。その10年前にビリンゲンはルフトクールオルトに指定された。1935年、この町に初めて気象観測所が設けられた。これは ハイルクリマティシャー・クールオルトに指定されることを目的としていた。この目的は1957年8月20日に達成され、ハイルクリマティシャー・クールオルトに指定された。1974年のヘッセン州の第二次、地域再編に伴い、ベーミヒハウゼン、アイメルロート、ヘンミヒハウゼン、ネールダー、ラットラー、シュバーレフェルト、ベレリングハウゼン、 およびハイルクリマティシャークールオルトのウッセルンとビリンゲンが合併して現在の自治体ビリンゲンが成立したウプラント鉄道の運行は1999年11月に一時的に停止され2003年に大規模な近代化がなされて再開されたビリンゲンの高架橋の改修だけでも900万ユーロが費やされた1867年 首有のビリンゲンには654人の住民がいた。この数は1885年までに775人にまで増加し、1905年には742人となった。1925年には1028人がこの集落に住んでいた。1939年の人口調査では1142人であった。ウッセルンには 1865年に695人、1885年に726人、1905年に754人であった。1925年には897人、1939年に1049人であった。1990年以降すでに人口は少しずつ減少していった。この地域の他の部分では、こうした。 人口変化は、その10年後になって、やっと明らかとなった。ヘッセン州の平均値と比較して、ビリンゲンの人口は特に減少が大きかった。若年層の人口が明らかに減少し、高年齢者人口が増加した。2020年には、ビリンゲン周辺地域の住民の4人に1人が65歳以上になる計算である。 ヘッセン州全体のそれは5人に1人である。2007年12月31日現在の住民は、15歳以下が807人、15歳から65歳が4175人、65歳以上が1524人であった。女性が3334人、男性が3172人であった。 ビリンゲンの旧プロテスタント教会バルデック伯領全域がそうであるようにビリンゲンは16世紀にプロテスタント化された。プロテスタント教会は優勢な宗派となった。カトリック住民の流入は第二次世界大戦後になって初めて特にズレーテン地方の難民によってなされた。両宗派は教会組織と教会道を有している。古くて もう使われていないプロテスタント教会は、レストランに転用されている。ビリンゲンの町議会は、31議席からなる。ビリンゲンは、ドイツ連邦議会議員選挙では、バルデック選挙区、衆議会議員選挙では、バルデック・フランケンベル・クイックに属す。ミューレンコプ・フシャンツェ・ビリンゲン高架橋、方法派で等、壁面が、人口のクライミングウォールになっているのがわかる。 文化行事は、主に、ベズーヒエンツェントルムで開催される。1993年から、アマチュア演劇グループが結成され、2009年からは、テアター・ビリンゲンと称している。この街の合唱団 MGV コンコルディア1881、ビリンゲンは、2006年にこのクラブの125年の、歴史を解雇した。この合唱団は、 純粋な男性合唱団として結成された。混成合唱団としては2000年から活動している。同じ年にゴスペル合唱団ビリンゲンが結成され2001年11月からはザ・ハイランドイコールゴスペルシンガーズと名乗っている。2007年に合唱指揮者との共同作業で3枚の CD がリリースされた。ゴスペルシンガーズの他にビリンガーゴスペルカルテットがある。 キフホイザー兄弟団とビリンガー射撃クラブが1977年に合併してビリンゲン射撃協会 EV4 マルスキフホイザーカメラートシャフト1872が設立された。出前ブラスカペレビリンゲンは1983年夏にビリンゲン射撃協会の下部組織として創設された。ビリンゲンには観光行動のスレートコークリスティーネがある。 これは1971年に閉鎖された鉱山を利用したものである。この坑道の一部はガイド付きの見学に利用されている。ここでは葉っぱをかけ、年番岩の岩塊を運び出し、郊外で加工することにより、スレートを生産していたことを紹介している。展示品には、スレートやスレート編の製品の他に、この坑道から採掘された鉱石や化石がある。 シュパルテンハウスでは、どのように手作業で、同様な器具を使って、加工作業が行われたかが展示されている。ウプレンダーミルヒミューウムは、ミルクの歴史と、現代のミルクの利用について展示している。この博物館は、ウッセルン地区の旧落農場にある。博物館の一部は、インタラクティブ展示が行われており、見学者は例えば搾乳の練習などができる。 ウッセルンの落農場は1996年に博物館化の計画を受け入れた。2002年にミルヒムゼウムは開館し、同盟の協会によって運営されている。やはり、ウッセルンにあるクリオゼウムには歴史的なトラクター、乗用車、飛行機が展示されている。この他、この博物館には人形、木版彫刻、 模型船などの一連の展示品がある。これらは、キッチュ、クンストウンとクレンペルのモットーの下に収集されたものである。この博物館は、シュレーマー家によって運営されており、コレクションは2008年から展示されている。ウッセルン郷土資料室では、展示品や手工業製品がこの地域の昔の生活を物語っている。 この博物館は1982年に開館し、主に、ウプラントの主工業と、家内産業をテーマにしている。この地域のウィンタースポーツや動植物についても、紹介している。ビール醸造所とガラス工場は、その企業内で製品の製造と歴史を紹介している。ビリンゲンには、ラージヒルとして、世界最大のミューレンコプフシャンツェがある。 このジャンプ台は1951年にオープンし、2000年に拡張され、2006年に全面改装された。軽点は130メートル、ヒルサイズは145メートル、観客収容数3万8000人である。東半用小型ロープウェイが、ブレーキングトラックの脇から、スタートタワーの下まで通じている。ミューレンコプフシャンツェでは、 毎年スキージャンプワールドカップが開催されている。294メートルの長さの峡谷橋であるビアドゥクトは1914年から1917年までの間に建設され、現在でもバーベルン、ブリーロンバルカンの鉄道路線に利用されている。この橋の構造は、峡谷からの最高地点が31メートルのアーチ橋である。1999年、 この路線は、ビンリンゲン高架橋の損傷により運休しなければ、ならなくなった。この橋の表面は、気象条件により、ボロボロになっており、カッセルのエンジニアビューロは、新たな修復方針を策定した。この修復により、2004年にこの鉄道路線は、運行を再開した。ロタール山地の眺望が楽しめるエッテルスベルクの、ホーホハイデ島は2002年にオープンした。 この塔の海抜875メートルの展望台はザワーラントで最も高い位置にある。その側面にはヨーロッパ最大の人工のクライミングウォールが作られている。八角形の底面を持つこの塔へはエッテルスベルクロープウェイで行くことができる。シュバーレフェルト集落の北にあるヘーゲベルクには8世紀から10世紀までの間シュバーレンブルク城があった。 1537年の土地台帳にはバルブルク・ボーグズ・シュリフェルドと記録されている。この要塞集落は直径300メートル、広さは約6ヘクタールであった。現在も崩れ落ちたドールや門の跡を見ることができる。ハインリー・ヒフォー・ゲラーは1908年に友人の意思のために夏の別荘を設計した。その内部は 有限とシティール様式で設計されていた。彼自身も何度か、ここに滞在した。この建物は、一部造改築を受けて、ホテルに改造された。ビリンゲンの中心には、小さな池を持つビンガークールパークがある。クールパークの中央には、クールガルテンハルがあり、様々な催しに利用されている。街の全域が、ディーメルゼー自然公園の南西に位置している。 ビリンゲン高地には、ホーホハイデがある。この地の植物の繁茂は、最後の表記にまで遡る。当時は、バイリンゲン地域はツンドラに属していた。ホーホハイデでは、谷間とは異なり、その後何世紀も渡って、森が生育することなく、エリカを含む、伝統的な荒れ地が残されている。こうした、ホーホハイデは、エッテルスベルク、オスターコプフ、 カーレペンの山頂付近やノヤーハーゲンで見られる。これらの地域の大部分は自然保護地区に指定されている。ビリンゲンスキー場とエッテルスベルクロープウェイビリンゲンスキー場は様々な資本が運営するロープウェイやリフトの連合体である。この連合には2007年に開通した8人乗りロープウェイのエッテルスベルクロープウェイも参加している。このロープウェイは 1971年に建設された、二人乗りチェアリフトに置き換える形で運用が始まった。谷駅は、海抜596メートル、山駅は、海抜831メートルで、標高差235メートル、全長1350メートルである。エッテルスベルクロープウェイは、ロタール山地唯一のキャビン型ロープウェイであり、標高差235メートルは、 ロタール山地のリフト及びロープウェイで最大のものである。2008年、2009年のウィンターシーズンから、ホ豊ホハイデうも、この連合に加わった。2008年、2009年のウィンターシーズン以降、ビリンゲンスキー場には、7km の滑走コースがあり、ほぼ全域が、人工雪の降雪が可能となっている。2007年以降、エッテルスベルクの2ヘクタールの森が、 開かれ、ホーホハイデ島の近くに5万2000立方メートルの貯蔵地が設けられた。ここから2機のポンプステーションから50箇所の人工降雪機の接続ポイントに8キロメートルの配管が通されている。ビリンゲンにはウィンタースポーツの他にそれ以外のスポーツも行われている。サッカーの SC ビリンゲンは1995年 1996年シーズンにオーバーリーガヘッセンでプレーし、現在はフェアバンツリーガでプレーしている。ビリンゲン最大のイベントは、毎年ミューレンコプフシャンツェで開始される FIS スキージャンプワールドカップである。これによりビリンゲンは、スキージャンプではメディアに最もよく登場するワールドカップ開催地に何度も選ばれている。また、 エッテルスベルクで毎年開催されるマウンテンバイクの大会であるバイクフェスティバルビリンゲンを2005年には約3万5000人が観戦したこの街の周囲にはバイクアリーナザウアーラントのコースが整備されている市内にはザウアーラント料理やウプラント料理の店が何軒かあるビリンゲンの名物料理には地元の豚のメットブルストであるハーベルメッガー スキシュプリンガーサラミ、ビリンガー、クリスティーネンシュトレンがある。飲み物には、チビールのビリンガー、ラントビール、ビリンガーピルスナー、ビリンガーヘーフェバイツェンがある。この街は、主に観光業で成り立っている。最初の保養客、すなわち、秘書客は、1895年頃からビリンゲンを訪れるようになった。 数年後の1900年から1910年までの間に最初のホテルが開業した。スキー客は1906年からこの街を訪れ始めた。交通連盟が創設されたのは、この街が鉄道網で結ばれた7年後の1924年であった。1934年にビリンゲンはルフトクールウォルトに指定された。1938年。 1939年に、アクティオオン・ウプラントツインマーの一助として、客室に対する州の助成が行われた。第二次世界大戦中、客室は産室として使われることとなったが、疎開者たちがその目的を外れて滞在した。1948年から観光業は、継続的に上向いていった。1950年以後はほぼ全ての部屋に給水が、 行き届いた。同じ頃、公共及び、施設の観光インフラが整備されていった。1950年代には、12のホテル合わせて1500床と、127件のペンションがあった。年間のベ隊イ数は、36万5000泊を数えた。2006年には、宿泊業者の数は、約400件、約1万人のゲストを受け入れ可能にまで増加した。 年間のべ滞在数は120万泊に達した。2年後の延べ滞在数は93万6346泊に減少した。これは北ヘッセンの他の行楽地も同様で、バーとビルドゥンゲンだけがより高い延べ滞在数を記録した。ビリンゲンは観光の充実度に関して、 ヘッセン州のトップに位置し、ドイツ全体でも宿泊数の多いハイルクリマティシャークアオルトのトップ5に入る。観光業が牽引し、この街の観光業への就労者比率は76.14%である。また、ビルトウンとフライタイトパークもある。ここには柵で囲われた長寿区があり、猛禽類も飼育されている。また、恐竜パークには、 恐竜の模型が展示されており、26のメルヘンをテーマとしたメルヘンの森もある。ハイキング客もビリンゲンには重要である。このために、全長6 4トルの遊歩道、ウプラントシュタイクが整備されている。この遊歩道は、ビリンゲン周辺のすべての集落を通っている。ウプラントシュタイクの成功と人気は、2009年に、 第109回ドイツ・バンダータークが開催される要因の一つとなった。ビリンゲンはコルバッハからブリーロンイコール・バルエイク、ウプラント鉄道、カッセルとブリーロンを結ぶ連邦道 B251 号線、ビリンゲンからヘッセン州の北東部に位置するバンフリートへ向かうヘッセン自転車道 R5 号線に面している。ウッセルン地区には基礎家庭学校が一校ある。 クビユブには、共同型総合学校のウプラントシュレがあり、基礎家庭、本家庭、実家学校で、上級学年を含む、ギムナジウム家庭を備えている。この学校は、ノルディックスキー競技のスポーツセンターとしての役割をも、担っている。ウプラントシュレは、1946年に、ビリンゲン上級私立学校として設立された。 1957年から1959年に数学と自然科学のギムナジウムとしての全過程を備えるようになった。2004年からは本過程、実家学校過程とギムナジウム過程が独立した学校として運営されている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。